パスを回して、うん、で崩してというゴールだったわけですから、やはり今のようにシンプル、はい、ね、これでフリーになりますよね。当然ながら1人多いんですから、はい、懸命に今山口が帰っていきますが、エメルソン、田中達也入って、もうこれで4人で攻めていいと思うんですよ。エメルソン打つか、シュート、決まった、うまい、決定的な1点が入りました。エメルソン今日2点目、3対0、もう勝利は間違いありません。ギド監督のこの晴れやかな表情、今シーズン初めてかも分かりません。久々です ね、 ねえ、素晴らしいゴールが決まりました。しかし今のシュート、インフロント気味にやったと思うんですけどね、これ小川をかわして、そしてここからなんですよ、トーン、そうですよね、はい、ね、しかもここはもうキーパーどうしようもありません。一番遠いところですよね、しかもインフロントで遠目から来ますから、楢崎もさすがに届かなかったですね。2人行ったんですよね、秋田とこの後なんか出すようなスイングもあるんですよ、はい、さあ3対0、後半の19分からまもなく20分です。3点目が入りました。エメルソンの初ゴールが今シーズン考えたら、本当にギド監督の顔が浮かんだということも言ってましたよね。そうですね、あの FC 東京戦勝ったゲーム、山田から坪井、山田へ、右にエメルソン、センター田中達也、田中達也持ってシュート、1対0、田中達也2試合連続のゴールです。先制は浦和レッズ、前半の29分、うまくスペースに抜け出してキーパーと1対1のシーンを作りました、田中達也。これは一つのカウンターですよね、はい、ディフェンスラインがやや高めに取ってましたから、はい、逆サイドから斜めにダイアゴナルランですね、山田からのボール、見事なコントロールですね。寺西さん、はい、ブンバルト監督も満面の笑みで田中達也選手を迎えました、一方のレオン監督なんですが、すぐ寝て、山田かわした、長谷部、そして長井、もう一度長谷部、鈴木、ミドルシュートのタイミングだ、来た、止まった、押し込んだ、長井のゴール、先制点は浦和、後半の31分、鈴木啓太のミドルシュートの跳ね返りを長井が押し込みました、浦和先制。いいシュートでしたけどね、その後ね、長井もね、落ち着いてましたね。長いですが、鈴木のミドルシュートが来て、その跳ね返りを長井が押し込んでいきました。まずこのミドルシュートですね、本当にもうキーパー処理しづらいですよね。この前の局面から井原さん、少しずついわゆるセカンドボールこぼれ球に対する横浜の反応が遅れているようにも見えたんですが、そうですよね、ちょっとラインが、ね、引いてしまった分、鈴木のところにスペースを作ってしまいましたよね。ここは永井がボールを持って左サイド、ディフェンダー2人、エメルソン、どうだ、こぼれ球シュート、エメルソンゲット、前半の6分過ぎ、レッズ先制。いや、しかしその前のあの左サイド長井のドリブルですよね、はい、やっぱり引き付けておいてはたいた、あのタイミングが良かったと思いますけどね、ここですよね、長井のキープ力から左サイド、はい、そして一旦エメルソンには収まらなかったんですが、田中がよく詰めていました。こぼれ球をエメルソン、瀬田さん、この3人のハーモニー出ましたよね、このフォローも効いてましたね、達也ので、こぼれ球エメルソンが落ち着いてゲット、いわゆる一人一人でゴールに向かっていくのではなく、これ3人いいと思うんですけどね、はい、ただどこ狙ってくるかですよね。野沢が今真ん中立ってますね、赤に染められたスタンドに向かって、いやスタンドではなくゴールに向かって、キッカーは山田かエメルソンか、
シュートすごいですよね。クロスバーにバーンと当たりまして、そのこぼれ球にまあいいとこにケイトがいました、ね、一応まあ練習はしてたと思うんですけどね、これ遠いところですよね。あ、ポストと言いましたがクロスバーです。そしてケイタが詰めました。野沢も触ったんですけどね、はい、うん、15分という一つの目安で今16分そこそこですけども、逆にレッツが取ったっていうのでちょっと辛いですね。アルビレックスにとってはこれはかなり痛いと思いますね、もう時間ないですからね。もう思い切ったプレーでいいですね、これでいいと思います。さあ後ろ岡野クロス、ヘディングシュート決まった、エメルソン、ロスタイムのゴール。ロスタイムのゴール、ギリギリのところですね。もうね、先ほども言いましたけどね、はい、やはり裏のスペースでこれね、長谷部からね、そうですね、長谷部から岡野に出したパスです。で岡野が丁寧にインサイドにかけて一番遠いサイドねじりながらエメルソンのゴールです。素晴らしいプレーですね、はい、やはり岡野はね裏にとにかく走らせた方がいいですよね、エメルソンもしっかりボール叩いてね。あ、タイムアップ、浦和レッズ、これで山崎のアビスコカップ、4連勝、もうほぼ予選リーグ通過を手にしたという感じの勝利ですね。ミニベンチを取っているんですが、まあ、極めて珍しいんですが、僕の埼玉ダービーはそういった特徴があります。ここはトニーノです。鈴木啓太、はい、弾丸シュートが記録を吸い込まれました。啓太やりました、1対0。いやこれはすごいですね。あ、これは、あ、そして今ケイタが握手を求めに行きました。これをおそらく浦和ベンチは待ってたんですよね。そうなんですね、もうサポーターも待ってました。よく合わせましたよ今のは。これがボランチの仕事なんです、はい、ボランチとしての仕事、大きな仕事なんですこれはね、すごいゴールだったな。しかしわずかでもシュートコースあると、こういう形で狙っていくのがまず大事ですけどね、いいシュートでしたね。鈴木啓太の場合は腰を吹かす感じが多かったんですが、はい、今のは完璧でしたもんね。さあ大宮を見ていきます。三上がいきます。三上は昨シーズンは大分でプレーをしていましたが、まあ、以前この浦和でプレーをすることも考えられますから、はい、もうしっかりと気持ち集中してやってほしいですよ。エメルソン、新たに、さあどっちでエメルソン決まりました。今度は逆を飛んでいます。まあ、こういう選手に二度の失敗はないですね、うん、ということですね、2対0となりました。前半の28分です。うん、レッツからは大きなまた1点が追加されました、はい、2対0です。これもなんかちょっと引っ掛けてるんですが、はい、さっきはこれと同じで引っ掛けすぎだったんですね。でもエメルソンの場合ギリギリ狙っていきますからね、さあ2対0です。こうなったらまだ前半と南にやってほしいですね、はい、21歳183センチあります。クリスティアンは186センチ、まあもちろんブラジルセレソンですから、まあ北陸を持っています。田中達也シュート1点目が入りました。32分前半です。ギド監督もニコッと笑っていますが、はい、いやいやうまくいくなという感じでしょう、はい、今日は3トップが出来が非常にいいんで ね、 いいですよね。もうよどみなく、ポジションを取ってスタートを切ってフィニッシュまで行きます。これだからトニーニョの今クリアボールが、ね、結局浮いてしまって、はい、そして田中の前に行っちゃったわけですよ ね、 そ、 うですね。でその後ろから三上を行ってるんですが完全にもう前を取られました。その後の動きは早いんでね。早いですよ、いやそれこそミランの3点という感じになりましたね。でもそれを考えると油断はしてはいけないというのは、どこで巻き返しが始まるかわからないんでね、はい、うん、三浦埋める前でボールを回す時間が多くなっています。そうしますとこういった一人の突破も有効になってきますが、長井、そうですね、山田、もう一回で山田シュート、うん、
て、ね、ディフェンスに当たりましたけど、やはり、まあ、あの前半からも、ね、ミドルシュートという意識高かったんですけどね、しっかりと今度は低いボールで枠に行くボール、それがディフェンスに当たったことも当たって同点ゴールに結びつきました。まあ、これのようにね、新潟ディフェンスこうどんどんどん下がっていくんですよね、これも 20m ちょっとですよ、やはり枠に行ってますよね。それでまあ足出した分コースが変わって入ったっていう展開ですけどね、まあ、この1点によって、まあ、どんどんこうまたリズムが変わってくると思いますね。さあ一方の新潟ですが、鈴木慎吾、マレッツ今度はサントスが仕掛けていってコーナーキックを得ました。さあ今度は変化をつけて長谷部、長谷部は面白いボールでシュート、田中達也の逆転ゴールが決まりました。浦和レッズ、いや本当にね、2人のこうタイミングっていうのはねバッチリ合ってましたね。前半からもそうですけど、本当に長谷部が持った時っていうのは田中の動きっていうのはいいですよ、こう分かってるっていうね、そんな感じでしたね。相手よりも一歩前に出た最後の田中達也、そしてこのボール、やはり外からのボールっていうのはね、人数がいても守りづらいですよね、連続するセットプレーのチャンスを生かした浦和レッズが2対1と逆転に成功しています。平川前を向く右サイド、中に預けて山田です。2トップがエリアに入った、山田どうする、自ら打つか、流した長谷部、長谷部シュートコース上げる、右足のシュート決まりました。長谷部先制は浦和レッズ、ディフェンスラインの前からバイタルエリア、長谷部誠のシュート決まりました。いや、ゴールキーパー高木がね、一歩も動けなかったですね。ちょうどあの長井田中という2トップがエリアの中で動いておとりのような形になりましたか。そうですね、まあ、ここ人を足りてましたからね、ちょっとブラインドになったか、当たってますかね。あー、なるほど、林でしょうか、体に当たってコースが変わりました。この長谷部のシュートです。綺麗にゴールネットが入れました。田中さん、はい、今の得点シーン、アルディレス監督微動だにしませんでした。ただじっとゴールの前